はい、どうも、吉田茂です。今回はですね、2021年第1回の中京芝を、この第1回開催を復習しておきたいと思います。まあ、いつもですね、土曜日や日曜日のそのレース開講芝についてやってるんですけど、まあ、ある意味それのまとめ動画的な内容になっていると思います。はい、まあ、ということでですね、まあ、年を明けて、まあ、開催数が今年は多いということで、まあ、例年に増して注目度の増すこの中京競馬場ですが、今回このデータ期間は1月5の金牌の日から2月7の如月賞までですね、1ヶ月間。まあ開催日数としては12日間ということで、まあ異例の長さというか、この今の中京になって12日間っていう開催は最も長い開催期間でした。まあそしてその中で芝レースが53レースありましたので、まあその中のデータを見ていきたいと思います。まずは種牡馬についてですが、こちらはですね、平均的な出走回数が、こちらはですね、まず出走回数が全種牡馬の平均値以上だった種牡馬17頭をピックアップしまして、副賞率順に並べています。まあ、そうしますと、やはりまず目につくのは、副賞率 48% のエピファネイア3区。まあ、こちらは割とメディアとかでもですね、何度もエピファネイア3区の成績が今いいとよく言われてましたが、確かにこの中京芝において、まあ、勝率こそズバ抜けてはないですけど、副賞率においては約 50% ということで、そして単回収、副回収ともに100を余裕で超えていて、まあ、非常にこの開催大活躍した種牡馬ですが、まあ、そこで改めてエピファネイアの成績というか、まあ、得意なコースなんかを確認しておきますと、芝コースのこの勝率を出すと副賞率出してるんですけど、これ左から高い、勝率が高い順になってるんですが、まあ、札幌はですね、まあ、ちょっとサンプル数が少ない部分もありますが、サンプル数が多い中では、やはり中京競馬場っていうのは成績の上ではズバ抜けているんですね。エピファネイア3区の中でも。まあ、勝率もちろんそうですが、副賞率が 43.8% と、まあ、非常に高い値を取っていて、まあ、ある意味、今開催だけ走ったというわけではなく、そもそも中京競馬場の芝コースを得意にしているということが、まあ、成績面からありますね。まあ、ということでですね、やはり今年、そしてまた来年とこの京都がお休みの間は、中京開催が大幅に増えてきますから、まあ、このエピファネイア3区っていうのが非常に馬券の肝になってくると思いますから、まあ、ぜひ注目したいと思うんですね。まあ、もちろんその理由とかっていうのは、まあ、なかなかこの見つけるのを考えるのは難しいんですが、ただまあ、しっかりと切れ味のある種牡馬、瞬発力勝負にも耐えれる種牡馬にもかかわらず、やはりロベルト系ということもあってか、下のですね、馬場が荒れていても、全然その上がりを出せるというところが、ディープインパクトとは違うところなのかなと思います。まあ、現時点ではですね、不良馬場とか重馬場、そこの適性はそこまでまだ見せてないと思うんですが、なんかこう、今回の中京芝みたいに、馬場自体がこう、剥げていたりとか、荒れていたりっていうか、両馬場でもタフな馬場みたいなと、絶妙なここのサーフェスにおいて、強いのがエピファネイア3区の、まあ、全体的な特徴と言っていいんじゃないかなと思います。あとは基本的には直線が長いコースでの成績がいいですから、まあ、新潟、東京もそうですよね。まあ、そういった面、いろんな面が合わさって中京が最もいいということになっているんだと思います。まあ、先ほどのグラフにもう一度戻りまして、種牡馬もう少し見ておきますと、まあ、この副賞率高い3頭の、上から3頭ですね、ビファネイア、そしてビクトアルピサ、オルフェーブル。まあ、これがランク上位に来るデータって少ないと思うんですが、まあ、さらにこの3頭は、単複ともに回収率が100を超えていて、まあ、かなり高走率が高かったと。まあ、確かにオルフェーブルって言いますと、昇竜行くぞが日経新秀杯勝ったりしましたし、ラーゴムが如月賞を勝ちましたね。やはりオルフェーブルもエピファネイアと同様に、この重いというよりかは、この単純に荒れ馬場みたいな芝コースにおいて、威力を発揮しやすいと。まあ、それは同様にビクトアルピサなんかにも言えることかなと思います。まあ、こういった絶妙にタフな馬場において狙える種牡馬っていうことで、今後もぜひ注意しておきたい種牡馬かなと思います。まあ、そんな中にあってですね、対照的に成績を落としたのがディープインパクト3区で、まあ、勝率、副勝率、特別に低いわけではないですけど、やっぱり回収率も非常に低いと。まあ、これはやはり、上位の種牡馬がタフな馬場を得意にする種牡馬っていうことと、まあ、対照的な特徴が出てしまったかなと。なんだかんだ言っても、やっぱり、例えば今の開催前半の東京芝においては成績が上がるように、こうした荒れ馬場、上がりがややかかってくるような勝負においては、
やはりその持ち味っていうのは削がれるということは改めて確認できたかなと思いますね。次に騎手を見ておきます。こちらも平均出走回数以上だったジョッキーについて副賞率が高いジョッキー15人を並べました。まあ、そうするとまあこちらエピファネア3区以上に頑張ったのが福永ジョッキーで副賞率が 66.7 66.7 と言いますと要は3分の2っていう計算になりますよね。まあ、36回出走での3分の2ですから24回馬券に絡んだと。で、まあ、回収率も高いというところで、まあ、決して馬質だけに恵まれていたわけではないわけなんですね。まあ、やはりもともと中京での成績がいい福永ジョッキーですから、まあ、さらに今回のような複雑な馬場環境においてもそこを見事に読み切ったっていうのが、この安定した成績につながっていると思いますが、まあ、時点で出走数が少し少ない藤岡雄介ジョッキー、お兄ちゃんの方ですね。まあ、こちら副賞率も高いですけど、まあ、回収率も高いというところで人気薄を持ってきているんですね。まあ、この2人の特徴、今回の中京においての乗り方の特徴は、まあ、福永ジョッキーは基本的に開催前半からですね、まあ、終始真ん中から外狙いをしていましたね。まあ、ピクシーナイトで内を逃げたみたいなことは例外として基本的に真ん中から外狙いでこの荒れた馬場っていうのを 100% 意識した上で綺麗なラインをずっと通るということで、まあ、これによって、まあ、とにかく安定した競馬を進めていました。まあ、それに対して藤岡兄ジョッキーは、まあ、こう左右地とか大外とかメリハリのある乗り方をしていて、まあ、そういった乗り方が今回の馬場とフィットしたというか、もともとそういった個性、まあ、ピンパーな乗り方もするジョッキーかなと思うんですけど、まあ、今回のような馬場においてその裏表がしっかりはまった時っていうのは穴馬をしっかり持ってくると。フォンタムレルムによるインザシっていうのは まさに特徴的でしたが、こういった複雑な馬場環境においてはこういうメリハリをつけて乗るようなジョッキーっていうのが成績を上げてくるんだなっていうことが分かったと思います。そこで対照的だったのはこの川田優雅ジョッキーですよね。まあ、もちろん今回まだ53レースの中での話なんでこれだけを持っていろいろ言うっていうのはまああれなんですけど、ただやっぱり人気面なんか考えると勝率も低いですし回収率も低いということで、まあ、やや不調ではありましたが、まあ、そこら辺ちょっと補足しておきますと、もう少し先ほどのジョッキーについて、各人気だったり着順3コーナー4コーナーのポジションの平均値をこれ全て取っています。そうして見てみますと、まあ、やはり川田ジョッキーを最も人気上位人気の馬に乗っていながらにして平均着順としては5着 5.3 ということで低いと。で、3コーナーのポジションや4コーナーのポジション、これはまあ通過順を等数で割っているので数字が小さければより前にいるということなんですが、まさに川田ジョッキーと福永ジョッキーというのはほぼ同じような位置取りをしていたと言えると思うんですが、まあ、なのに成績を落としてしまったのが川田ジョッキーなんですが、ただですね、この川田ジョッキーっていうのは本来、また別の動画でも紹介していましたが、あの先行意識の高いジョッキー紹介した動画ありましたが、まあ、そちらでも見ましたが、まあ、川田ジョッキーのポジション取りっていうのはですね、ここ 0.3 ぐらいの3台に入ってくるのが、元々のスタイルなんで、まあ、そういった意味ではあまり川田ジョッキーとしては平均よりかは後ろのポジションになってしまったかなと。まあ、というのもやはりこのタフな馬場で強気に先行が打てなかったんじゃないかなと推測します。やはりガンガン行って残れる馬場ではないという意識もどこかにあったのかなと個人的には思います。次にポジションですね。こちら先ほども言いましたが通過順を出走等数で割るということで数字が小さければより前にいるという意味ですが、これを3着以内の馬に限定して開催日とこのポジションというのの関係性を見たいと思います。はい、まあそうしますとこんな感じで左から1周目最後まで6周目というふうに順番で3コーナーまた4コーナーのポジションについての平均値を出しています。つまり3着以内の馬なんで、まあ、要は構想した馬がどんなポジションにいたかっていうことを表していますが、まあ、本当にこれ綺麗に右肩上がりのグラフになっていて、開催が進むにつれて構想馬のポジションは後ろになっていったということが読み取れますよね。まあ、6周目なんかだと本当にもう 0.5 に近いっていうことは馬群の真ん中ぐらいにいる馬が3着内を占めていたっていうことを意味します。まあ、それに対して開催前半は 0.3 とかなんで、まあ、前方3分の1ぐらいにいる馬が馬券に絡んでいたということで、まあ、ここはやはりいろいろ複雑な馬場だったとは言いますが、まあ、そこはシンプルに開催が進めば、
より後方ポジションが有利になっていったという、まあ、バコースにおいては定番のパターンになってきているということは読み取れました。また枠番なんか見ておきますと、枠別の副賞率、見ますと、まあ、3枠8枠が下げていますが、他はそんなに変わらなくて、まあ、確かに馬場は荒れていたんですけど、まあ、特に開催前半はですね、内が伸びるような期間も長かった。別にこうずっと内が不利だったとか、まあ、そういったこともなく、またその最内と大外だけ伸びるみたいな特殊な期間もありましたから、そういった意味ではこう全体として見た時には枠順の偏りっていうのはあんまり出なかったかなと。またこの開催日によっての変化はこの枠順については見られなかったので割愛します。まあ、最後にタイム面見ておきますと、個人的な感覚としてはタフな馬場っていうことでタイムがかかっていたのかなと思っていたんですけど、この新馬戦を除いた両馬場のこの中京のレースにおいて、距離別にその過去5年間の平均値と比較していますが、まあ、ざっと見たところですね、ほとんどそんなに大きな差はないんですね。まあ、もちろんクラス分けとかいろんなことありますし、いろんな補正はかけていないんですけど、まあ、特段今年の競馬がタイムがかかっているみたいなことはまあないのかなと思います。まあ、ということでですね、今回僕が思ったのは、この難解な中京芝で浮き彫りになったのは、この馬場状態を把握する難しさということですね。見た目の芝状態としては非常に芝が内側が剥げていたりして、いかにもタフそうだなと見えると。しかし今みたいにデータを取ってみると、走破タイム面においてはそんなに例年よりもかかっているみたいなことはないですね。あとはまあ上がり3波論でじゃあ考えればいいのかとか、種母馬、こんな種母馬が放送しているから馬場が荒れているんじゃないかみたいな、この因果関係が逆な発想みたいなところもありますよね。つまりエピファネイア3群の構想が目立っているということは、今の馬場は結構タフなんじゃないかみたいな、まあ、そういう考え方ですよね。まあ、こう どういうふうに馬場状態を把握するかっていう、この見方が今回難しかったかなと思うんですが、まあ、一つの戦略としては馬場状態の理解にそこまで深入りせずにですね、実際に結果として好調な騎手だったり種母馬を狙っていくっていうのは一つの戦略かなと思います。この限られた期間におけるこの特殊な環境下において、そこにうまくフィットした種母馬騎手っていうのを、まあ、狙うっていうのは、まあ、ある意味一つの戦略ではあると思いますが、ただまあそこにしっかりとした因果関係がないと、その一過性の傾向になっちゃうんで、昨日うまくいったことが明日うまくいかないってことになると思うんで、そこら辺は本当にまあセンスといいますか、そういうところが問われてくるんだと思います。はい、まあこんな感じで今回中京の第1回の開催を開講してみました。まあ明日の競馬というか、まあ明日の競馬、僕地方競馬をやるわけじゃないですけど、これちょっといつものやつの使い回しで残ってたんですが、まあ、僕は基本的には中央競馬しかやらないんで、次は土曜日が僕の競馬をやる日なんですが、まあ、こんな感じで開催単位での振り返りみたいなことも今後はやっていきたいと思うんで、毎週やっているそのレース開講の動画の、まあ、ある意味まとめみたいな形になっているんで、まあ、その毎週見るのが大変だっていう方は、こういった開催単位での振り返り動画を見ていただけるといいかなと思います。では今回は終わりたいと思いますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。では終わりたいと思います。